毎日テレビばっかり見ている良い子たち。今日のマジカルハットはジャングル島を舞台に悪い CO2 と丸々太ったハット君の息をもつかせぬ大対決じゃよ。途中でチャンネルを変えたりしてはいかんぞ。勝手に死んだハット。おい、こっちだ。モランボ。話は後だ。外で仲間が待ってるぞ。わかった。レディーファーガーや。やだ。もうこの。よし、一緒に体当たりだ。うん。さあ行くぞ。みんなしっかり捕まってろよ。やられたか、クソ。何をもたもたしているんだ、道具。早く奴らを追いかけろ、早く。は、はい、道具。俺の名はモランボ。君はマジカルハットだな。どうして僕のこと。古くからの我が家の言い伝えだよ。この島に異変が起きたとき、必ず魔法の帽子をかぶった救世主、マジカルハットが現れる。そしてそのときは、我が家の男は力を貸すように、と伝えられているんだ。そうだったのか。モランボ、助けてくれてありがとう。なに、お互い堅苦しい付き合いはやめにしようぜ。でもモランボさん。モランボでいい。じゃあモランボ、なぜ君だけはみんなのように太ってないの？それも我が家の言い伝えでね。島に異変のあった時は決して自然の食べ物以外は口にしないようにと言われているんだ。それで僕がラーメンを食べようとした時に邪魔したんだ。あ、くそ、ダメだ。荷台の二人が重すぎてスリップしちまってる。おい、俺と一緒に車の尻を押してくれ。見つけ出してこい。あ、はい。
まず痩せることを考えなくてはダメだ。スピンちゃんも一緒にやってみたら。そんな体じゃお嫁にもいけないもんな。大きなお世話よ。ワンツーやワンツー、ワンツー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 。次はこれだよ。変身。頑張って、これも CO2 を倒すためなんだからね。一言だと思って。おいしい。なんだか前より太ったみたい。ダメだこりゃ。全然。こんな深いジャングルを探せんちよ。無理なんだと。ねえタウジーさん、まだ？待て待て、今度は魔界健康辞典を調べてみるからな。肥満、肥満、肥満。あった、これだよ。何何、肥満にはガリガリ層が効果的。ただしその使用に際しては注意が必要。でもそんなもんあの島にあるかいな。タオじいさん、ブツブツ言ってないで早く教えてよ。ねえこれじゃよ。いいか、しっかり見るがいい。これがガリガリ層だって。うん、これか。これなら我が家にあるはず。確か我が家の言い伝えによると、このような場合に備えて一人分を用意してあるということだったような気が。一人分でもいいわ、早く探して。僕も手伝う。しかしどこだったかな。早く思い出してよ。はい。ジャングルが邪魔か。 CO2、 何かいい方法はないのか。よし、こうなったら破れかぶれのコンコンチキ、島中のジャングルを丸裸にして魔界戦士どもに奴らを探させてやるわ。ありげだい。はい、ご主人様。ありったけの袋を持ってこい。あは。はい、ご主人様の吐く息の中には強い酸が含まれています。そしてこの袋の中の息が空気に触れると雪となり、植物を枯らしたり鉄を錆びつかせたりさせるのです。なんだか理科の実験みたいだ。道具よいしょっと。
あった。これがガリガリ草だ。あんたのせいでこうなったのよ。ダメ、僕のだ。ハットくん食べて。ごめんねスピンちゃん、やっぱりガリガリ草はハットくんに譲ってあげてよ。でないとウソン島も魔界も平和を取り戻すことができなくなってしまうんだ。ホットケン、ホットケン、私あんたのこと一生恨んでやる。死んだら呪ってやる。お、怖い。なんてね、あんたの言う通りだわ。ごめんなさい、ホットケン。ありがとう、スピンちゃん。スピン、あんたは本当にいい子だ。やっぱり。モランボったらそんなおべっちゃら言っちゃって、あたしと付き合いしたいの。え、いや、その…ちょっとみんな、なんだかハット君の様子がおかしいにゃ。あの草本当にガリガリ草だったの？という我が家の言い伝えだったんだけど、薬が効きすぎたのかもしれない。我が家の言い伝えによれば、CO2 が赤い雪を降らせたとき島の終わりだと。砂のモランボーの隠れがもう一目瞭然。今日こそヤツめをひっ捕らえてくれる。ついでにあの憎きハットもだドム。そうだ、まずは我々の勝利を祝って乾杯といきましょう。ジアーク様もさぞかしお喜びになられることでしょうな、お坊ちゃま。乾杯。あー、美味しかった、ね、これ何のジュース？それはイモリの足とゲジゲジの目玉とカタツムリの殻とニワトリの糞を混ぜて泥水を加えたもんです。やろ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 。あ、助けてくれ。
身しろ。 CO2 がおとなしく言うことを聞きさえすれば命は助けてやる。 CO2 島に緑を戻せ。それからハットたちの体を元通りにし、魔界戦士を解放するんだ。モランボ、坊ちゃまの体から手を離せ。ダメだ、俺の要求を先に聞け。聞かないとこいつがどうなっても知らないぞ。惜しくばくれてやるぞ。何？ CO2、 何を言うんだ。坊ちゃま、ご安心ください。この男に坊ちゃまの命を奪うことはできやしません。坊ちゃまの命を奪えば島の緑はおろか、ハットの体も永久に元には戻りません。いいえ、私がそうはさせません。CO2 に。もう大丈夫。おかげさまでダイエットできたよ。どんなものでも溶かすのだ。覚悟しろ、マジカルハット。このままじゃやられてしまう。よし、マジカルカルカレシューボのオホマ。何をしても無駄だ。お、これはわしの大好物のまんじゅう。よだれが出ちゃうな。うまそう。満足満足。しかしマジカルハットはどこへ逃げおった。大ぐらいの塩詰め、まんまと作戦に引っかかったな。あ、とどめだ塩詰。言いたい、意外と言いたい誰だ胃薬を。あ、もうダメ。テレビを見ている良い子のみんな、落ちているものを食べてはいけないぞ。CO2 が消えるとき、緑の島もよみがえると。 CO2 も消えた後に、これが残ってたよ。ん？お、これはガリガリ草の種だ。これで島の人たちも元の体に戻ることができる。ありがとう、マジカルハット。坊ちゃま、またマジカルハットに邪魔されちゃいましたね、ダング。今度は見てろよ。というわけで、ジャングル島も平和な島に戻ったのじゃ。めでたし、めでたしなんじゃ。これがな。コアルト土偶のやつが竜神を怒らそうとする。大変だ。竜神が暴れたらウソン島はボロボロになっちゃう。次回、パパはたまたま卵好き、マジカルカルカレ絶対